ダグラス・フランシス・ラインハートは、アメリカ合衆国の野球選手、テレビジョンパーソナリティ。彼は、リアリティドラマ番組、ザ・ヒルズのキャストとして有名。そして、野球選手としては、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム、ボルチモア・オリオールズのマイナーリーグで活動する。彼は、カリフォルニア州ロサンゼルスで、ダグラス・フランシス・ラインハートとして生まれた。両親が離婚するまでマリエッタで過ごし、 離婚後は母、ケリー・ロバーツと一緒にラグナビーチに移り住んだ。妹のケイシー・ル・インハートは母、ケリー・ロバーツ、父・ジョン・ラインハートと共にラグナビーチに出演している。ダグのママ父は、トュエーン・ロバーツはレート、冷凍ブリーートの発明者である。ダグは4歳の時から、そして、サンタ・マルガリータ・カトリック高等学校在学中にも野球をしていた。2007年にダグは、 ボルチモアオリオールズと契約した。膝の損傷により、大学で勉強を続けるために、ロサンゼルスに戻った。そこで彼は別に政治学と法律について学んでいる。彼は膝を痛めた後、勉強もあったためロサンゼルスに戻った。彼はそこで、ローレンコンラットに出会った。そして、ダグは、ローレンのボーイフレンドとして、ザヒルズに出演するようになる。 ローレンとの関係が終わった後も彼はローレンの友人として番組に出続けた。ダグはセル電話会社、普賢モバイルの共同設立者で CEO である。アメリカの携帯電話で同社は広告とマーケティング、着信音、グラフィック、ジョークなど多くを専門とする。19歳で大学でビジネスマンの友人を持った。現在彼らのクライアントにはソニーも含む。ダグは ファンファクターの共同設立者でもある。同社はカスタムメイドの着信音、ゲーム、星占いなどを専門とする着信音会社である。ダグはザ・ヒルズの出演者であるローレン・コンラットと短期間交際した。その後、女優アマンダ・バインズと交際。2009年2月にパリス・ヒルトンと交際を開始した。二人は6月に破局したが、8月に復縁している。 ありがとうございます。